2号の秘密の巻よっそれこいやえいさん、この頃いつも遊んでいるみたい。え、そうでもないさ、それずがの宿題。何言ってるの、明日までじゃない。あ、そうか。そうだ、ロボットにやらせよっと。何をニヤニヤしてんの、私の絵がそんなに下手。いやいや、よく描けてるよ。だけどどうも気がとがめるな、たまには勉強やろうっと。まあ、珍しいことがあるわね。おきい。今日は自分で勉強やるよ。ふへー、珍しいこともあるな。病気かい。うるさい。さ、ここへしまってっと。勉強もたまにやると面白いもんだな。ママ、お兄さんの様子が変よ。あんなに勉強嫌いだったのに机に向かいっぱなしだわ。気でも違ったんじゃない。ママ、贅沢だよ。遊んでばかりいると言っては怒り。制度がありますよ。パパにどこかへ連れてってもらいなさい。ねえパパ、どこ行くの。父さんな、動物園でも行こう。せっ、子供じゃあるまいし。へえ、何言ってんだい、子供じゃないか。いいとこだ、動物園が一番お金がかからないからな。あら、パパ、ねえ、あのチンパンジーの子供ウィンクしたわよ。まさか。そうだ、先に行くぞ。おい、君はパーマン2号じゃないか。ここに住んでたのか。いつも勝手に抜け出して叱られないかい。ああ、そうか、君もロボット持ってたのか。なかなかやるじゃないか。ウケーウケー、君のママ。さあ、ただいまからブービーちゃんとそのママの曲芸の始まり。どこのうちも同じだな。
なきゃいいが。仲良しなのか。そうだ、君のマスクを象にかぶせてパー象にしよう。
象の力を6600倍にするんだ。えっ、だな。